平成8年台風第17号は1996年9月に発生し東日本に接近した台風である。進路図9月13日にフィリピンの東海上で発生した台風17号は勢力を強めながら北西の地北東へ進み、22日午前には強い勢力で八丈島の再会場を通過して昼に関東地方を暴風域に巻き込み、 午後には、房総半島の東海上を北北東に進んだ。その後17号は、三陸沖、北海道の東海上を進んでいき、23日に、千島列島付近で、温帯低気圧に変わった。台風の中心が付近を通過した、房総半島などの関東南部や伊豆諸島では、暴風雨に見舞われた。新島では、期間降水量が391ミ、mm、リメートルに達し、 千葉県南部でも各地で300ミリメートルを超える大雨となった。そして千葉県調子市で最大風速秒速36.3メートルの猛烈な風を記録したほか、関東南部や伊豆諸島などで最大風速20秒速30メートルに達した。23日には宮城県の江ノ島でも7.13メートルのいう義波高を観測している。なお、 この台風によってもたらされた暴風雨は近年の関東地方においては最大級であったと言われる。この台風により合計で13人が死亡し、96人が負傷した。また、消防白書によると、重火前回13島、半回68棟、床上浸水2900棟、床下浸水1万1 8棟となっている。 被害総額は167.1億円に達した。ありがとうございます。